天のくれげ日記始まるよ。はい、では遊んでいきたいと思います。まず新景品を狙っていこうかなって感じなんですけど、まずはナルト。動き渋い、やだ。これで斜めにはめてセコ移動かな。あ、いけるかな、結構。これで動いてくれ。なると、めんどくせえ。もうちょっと低いとなると結構寄せてのチャブで落ちるんじゃないでしょうか。いつもこの段階では結構甘くしたりするんですけど、寄せを今日ちょっと強めに寄せてます。うわ、それでもダメでしたね。嘘でしょ、なんでそういうことになんの。最近よくあれやっちゃうんですけど、まああれでもちょっと進むからいいんですけど。ちょっとなるとむずいかも。強めの奥狙いチャーブ。OK。 はい、よいしょ。ちょっと手数かかっちゃったけど、まあいいでしょう。さあ、ここからはドラゴンボールプライズ。勝手に今日はブロリーが強敵かなと思ってんだけど、重そうじゃない。はい、アスカー戦一気に回しを打って終わらせてやりて。これは終わったんじゃない。 OK。 よいしょ、やった。チャンネル登録よろしくね。あ、グロリー取りたいと思います。縦にはまってくれ。左寄せ狙いはちょっとあんまりでしたね。じゃあ右寄せ狙いで。うわ、ビシ仕上がった。
いや変な形は嫌だ。いや普通に縦はめが良かった。うん、逆縦で行こう。動いた。ちょっとだけ。いやー入んねー手前。あ、それでもよかった動いた動いた。ブロリー逆立て安定説あるぞ。娘屋さんで使ったことないんだけどさ、手前の滑り止めないバーって結構いい感じに使えるのかな。バー使ってみてもいいけど、でこれでも多分いくんちゃう。うわけど、見て、うわ、なにこれ。いや、これ右むずいぞ。左をね、どこに処理しようかなっていう。ほら、左入っちゃうもん。だから、もう左上げの右手の左フィニッシュがいい気がする。落としたかった。よいしょ。うまっ。ピント合ってないし、うまっ。はい、じゃあゴジータ撮りたいと思います。うん、試してみようか。うん、できるね、ズリズリ。ちょっと危なかったけど、挙動がちょっと危なかったけど、まあズリズリもしっかりできますね。はい、冴えない彼女でも育てたいと思います。全然このアニメ知らんけど、これも新しいんでしょうか。うん、綺麗に落とせたら気持ちよさそうやけど。回らねえじゃん。回らねえじゃねえか。もっと奥なら回ると思う。
回らんね。僕からしたら普通に可愛いんだけど、当てはめにはなったけど、そんな止まり方する？ほら、あんまり動き良くないよね。重たいんかな。これだったら本体押しで落ちなくてもアームが下に入ることはないんちゃうかな。はい、オッケー。あ、いや取れた。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでとなります。天のクレゲ日記ではこれからもですね、クレーンゲーム動画、一番くじ動画、あとカードの開封動画など上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。で、テンゲームズという別のゲームチャンネルも行っておりますので、ぜひそちらもですね、遊びに来ていただいてチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ゲームはですね、ホラーゲームを中心に遊んでおりますので、ホラーが好きな方、いや苦手でも楽しめる内容となっているはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。Twitter、TikTok、インスタなども行っておりますので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。